レセス、こんばんは。En el video de hoy voy a hacer otra entrevista con mis amigas japonesas y bueno, ahora os voy a presentar a mis amigas. Ella es Gon-chan y ella es Suzu, con Z, Suzu. Ya, じゃあ、ゴンちゃん。はい、ゴンちゃんです。24歳です。知ってる単語はパエリア。パエジャね。パエジャ。パエジャ。イエーイ。じゃあ、スズ。スズです。終わり？知ってるスペイン語の単語は、チャオ。チャオね。オラ。挨拶。オラ。オラね。オラ。すごい。オラオラオラ、イエーイ。 Bueno, entonces vamos a empezar la entrevista. La primera pregunta es: ¿qué conocéis de los países de habla hispana? Si os gustaría conocer algún país en particular, ¿cuál es? Ya, Suzu. Spain ni ita koto ga aru ka. Barcelona to Madrid.マドリーね、マドリー、マドリー、マドリー、で、サグラダファミリア、ガウディ、ガウディ、うん、そういうの、グエル公園、あ、グエル公園ね、パルケグエルね、あ、そのラテンアメリカとか全然何も、チリがすごく長い、長い、だけ、だけ、以上、OK、ありがとう、はい、あ、じゃあどっか行ってみたい国もありますか？まあ、スペイン行ったことあるから、スペイン以外で、国ね。例えば、ちょっとだけのチリもさけど、アルゼンチンとか、ペルー、ボリビア、あとは、そう、ウルグアイ、パラグアイ、ホンドゥラス、ホンジュラスね。とか、メキシコ、メキシコ、コロンビア、コロンビア。だって思い浮かぶのは、でも何があるか分からない。あれはほら、マチュピチュとか。マチュピチュ行きたい。さ、マチュピチュね。マチュピチュ行きたいから。マチュピチュね。マチュピチュどこにあるか知ってる？マチュピチュはペルーにありますね。じゃあ、ゴンちゃん。スペイン語圏は行ったことがなくて。そうですね。そうです。何も知らない。何も知らない。ただ、スペインのサグラダ・ファミリアには行ってみたい。あ、行ってみたい？そうそう。あ、なるほどね。何やったっけ、あの単語じゃなくてアルゼンチン単語じゃない、ジャガジャンジャガジャンジャガジャン、あのね、フラメンコ、あ、そう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 、それそれ。ほんで他は他でもなんか陽気な人が多いイメージは、あ、なるほどね。スペインそれはラテンアメリカも、うん、両方なんかラテンのイメージがね、なんか確かにね、なるほど。あ、そうです。ハミちゃん、ハミちゃん。ハビエル・フェルナンデスね。そう、ハビエル・フェルナンデス。アイススケートの有名。なんで有名かって言ったら、まあ、ミキティの彼女やからね。あ、彼女ちゃん、彼女。彼女ちゃん、彼氏、彼氏、彼氏。そう、彼氏やからね。あ、じゃあ、どっかスペイン語圏の国に行くとしたら、どこに行きたいですか？スペイン、王道だけど行ったことがないから。あ、スペインね。そう。どう、行きたい、その、特に場所ある？何見たいとか、まあ、サグラダ・ファミリアさっき言ってたけど、サグラダ・ファミリアとなんかね、うん、あのアンダルシアのひまわり畑が有名っていうのは聞いたことあって、なるほどね。La segunda pregunta es la misma pregunta que la del último video de la entrevista, pero bueno, ¿qué anime o manga veías o leías cuando eras pequeña? はい。じゃあ、ポンちゃんからお願いします。アニメは、うん。デジモンアドベンチャー。デジモンアドベンチャーね。アドベンチャー。デジモン私全然知らんのやけど、デジモンって有名？有名やった？有名。ちょっと流行った。流行ってたっけ？今もなんか。そうよな。ぶり返してきて。そう、ぶり返。え、何歳ぐらいの時？小学生の。小学生。まあまあ10歳くらい。なるほどね。え、それ以来はもう何も見てない？アニメとか。から。漫画とか。ワンピース。あ、ワンピースね。じゃあ、すず。隣のトトロ。トトロね。トトロみんな好き。ジブリ。ジブリ好き？他はトトロ以外は？その時に見てたの。今好きなもの。
まあ今も含めて10歳とかやけど、うん、千と千尋、千と千尋ね、いいなと思って、うん、ナウシカとか、ナウシカ、ナウシカ見たことない、ラピュータも見たし、アラピュータもちゃんと見たことない、ハウルも、ハウルもちゃんと見たことない、いや見たけど、だからちゃんとは見てない、なんかこうぜーって見た適当に、じゃ今もうアニメを見る？ドラえもん、ドラえもんぐらい、ついてたらサザエさん、ドラえもん、ああそうやな、やってたら見るっていう感じか。コナンは見ひん、コナン、私コナン見ないが、漫画でコナン見た、読んでた、今も、今昔ね、なるほど、いやでも今は何も見ひん、今は、ああそうか、ワンピース読むの、読むの、ワンピース読める、読む、そうなんよ。そう、ラテルセラープレゴンタエス、si estáis de acuerdo o no que la sociedad japonesa se tiene que relajar u occidentalizarse un poco más abandonando las tradiciones. Bueno, ya llevamos más de como 30 minutos discutiendo acerca de este tema, porque es muy difícil para nosotras, pero bueno, vamos a hablar poco a poco. ma, 日本のね、社会が冷たいとか、こう閉ざされているとか、そういうふうにまあよく言われるんですけど、それをもうちょっと日本人はオープンな感じになっていた方がいいと思うのか、まあ、そのままでいいんちゃうと思うかっていう話題なんですけど、ちょっと今いろいろ話しましたけど、それをちょっと簡単にまとめて、じゃあゴンちゃんちょっと、はい、まずいいところ、まあ、悪いところみたいなの、あ、そっか、どっちかに絞らなくてもいい、あ、両方言ってくれたらいい、日本人が意見をはっきり言わない分、それを思いやって相手に対するこう思いやりがあるっていう、それ察して思いやるところがあるのはいいと思います、うんうん、でもそれが行き過ぎて腹の探り合いになって、なんか自分の意見があんまり言えなくなって、うん、決断が遅れる場合があるので、それはまあそのあんまり意見を言わないっていう部分の悪いところやと思います。変えていかなあかんところかなと。そうだから日本人って、なんかまず自分が何か質問された時に質問で返すことが多いんちゃうかなって思ってて、 あ、うん、あ、じゃあそっちはどう思ってるって、なんか、うん、こうどこ行きたいって聞かれたら、いや別にどこでもいいと言えばいいというか、まあ、あなたが言ったところが私がそれで OK と思ったら OK とか、なんて言うんやろ、うん、なんか強く言った人が勝ちというかさ、ちょっと嫌って思ってるけど、うん、いいんちゃうっていうような社会が日本はあると思うから、だから外国の人は日本に来た時、私的にはすごいはっきり言うから、日本人はあ、じゃあって結構なんか許してしまうというか、そうそうそう、日本のアニメとかのやっぱりイメージが、うん、外国の人だったら、うん、日本に行ったことない人だったら日本のアニメ見て、うん、あの日本人のイメージ、日本初のアニメやから日本人のイメージがつくと思うけど、うん、それとはまた別、みんながそうじゃないよね、ではないし、そこの登場人物のキャラ付けがたまたまそうだっただけで、うん、確かにそれはそうやと、強く言える人もそういることにはいるやんか、うん、だって今私がえ、じゃあ明日朝ごはん何食べると言って、誰も何も言わなかったら、うん、永遠に決まらなくない、なんかみんなが、うん、あなたたちが食べたいものを私も食べたい、うん、あなたたちが食べたいものを私も食べたいって3人とも思ってたら、うんうん、いつまでたっても決まらへんし、だから実際日本人の3人に1人ぐらいは結構自分の意見結構言えると思うね私的には3人に1人か、うん、ここは多分3分の2だと思う、 そう、3分の2が言えるけどはっきり言える人も案外いると思ってて、だからこそ揉めることも確かにあるから、うん、でだからそれが結構外国人の人が勘違いしてるイメージっていうか、でもそのいると思いつつ、私も思ってる、自分も言うし思ってるけど、うん、初めましての人にそんなにこの料理まずいとかは言わへんけど、うん、仲良くなってたらほんまに言うよな、だから時間は必要かもしれない、には言うと思う普通に、うん、でもそこになるまでに日本人はないっていう、時間がかかる、そう、時間がかかるだけで、その初期の段階のイメージしかみんなが多分外国人の人は持ってないんじゃないかなっていうのは確かにそれは思う、そう、そう、うん、なんですよ、
はい、そういうことなんですよ。Entonces, hasta aquí es el video de hoy. Es que la última pregunta ha sido un poco difícil para nosotras, o yo creo que para todos los japoneses. Así que nada, bueno, hasta aquí es el video de hoy. Y si tenéis alguna duda, me dejáis comentarios aquí abajo o me enviáis mensajes a mi página de Facebook, a mi Instagram, a mi Twitter, donde queráis. Y si te gusta el video, dale a like y suscríbete, por favor. はい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。 Hasta pronto, chicos. Chao, chao. Chao, chao.